講師と国際医療講師の養成コースの説明、さっきいろいろ聞いて、だからまず私たちの健康、もし話は健康位置あるいは一番ベストの素質、多分ここから話してこない。やっぱりまず大体体、現代人の体の崩すの大きいの多いの一つの原因はやっぱり精神と肉体の外れ。普通私たちの仕組みは人間肉体で精神とつながって、そうすると今度脳からコントロールでいろいろリズムのように、例えば食事の時に教えてもう食事ですよ、内分泌とかいろいろで消化の関連のこと、結構今の現代のはいろいろのストレス、精神的なストレスとあるいは肉体のストレスはどん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 そういうの自然にリズムあるの流れるは外れたんですよ、あるいは乱れちゃったんですよ。精神と肉体分立したんですよ。そういう分立したのそういうようなの状況は簡単にスポーツは大体肉体だけでやるんですよ。そして精神のようなのものは癒すは結構逆に間違えたら逆にまだ、だからこういうようなものはやっぱりそういう原因から来たものはできるだけ精神と肉体は両方は癒す、あるいは回復力強いの、そういうようなものは重要です。これとコロナでウイルス感染か感染ないことはまた違うんです。そうでしょ、感染患者はもともと体の病気ない、免疫力いいの状態でボンで、でも今はやっぱり非常に負担が高くて、日本のそういう、だからそれに対しては方法は必要、逆に回復はもし医療は少年時期は十分に対応するのができます。ちょうど一番いい、なぜ一番いい医療と、今普通の気候の場合は大体私気はどうか、あんまり運動はないの方が多いですよ、ここ立てとかこれだけだよ。でもあるのものは多少動く、例えば太極拳多くやるですけど、でも実際自分の心のトレーニングはやるは足りないですよ。座禅みたいなような動作やりながら呼吸したりイメージしたりの方はあまりないです。昔初めて太極拳多分ある、今の現代ただゆっくりでやるは確かにもいいところある、体力は弱い人とか、あるいは少し静かで、そういうような状態。でも、ほんと病気ぐらいまでやると、よっぽどもっといいの、そういうようなもの。だから、これに対しての、もし医療は出発点、多分どこからスタート、基本的に考えたら、やっぱり心と体、両方でしなければならない。当然に奥の方になるとやっぱり気の方なの。なので人間の場合は例えば病気になる大きな原因は体の防衛症みたいなような A 気、防衛の A の A 気があります。気は中医学のもう2、3000年の歴史からこの流れは4種類あります。一つは元気、お元気ですか、でもその意味じゃない、元気大元の気、元、大元、そういう意味ですよ。根本的のあなたのパワーと機能、質とか量とか強さとか、これ破れたら体根本的にダメなんですよ。だからこの根本的な機は一つ。もう一つ重要の健康と関係あるの方は、特に病気と関係あるのは防衛の A の A 機です。日本の防衛省みたいな。もし地球の話、大気層みたいな。地球大気層あるですから、いろいろ変なものは入れないです。大気層ないと私たち人間多分生きていけないです。なので直接そうでしょ？いろいろの、もう放射能だけじゃなくて、もっといろいろのことを浴びてる。石も毎日私が頭とかどん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 来てる。そういうところは人間本当難しい。だから私たちの防衛省は、防衛影響はまるで普通話オーラみたいな、オーラはここだけじゃない、体全身にある、実際人体のエネルギーだというふうに考えますよ。
私たち人間は肉体だけじゃないです。こういうところの実際そう目で見えないですけど、温度は守るでしょ。ある人は寒く感じ、あ、強い。強いも同じこの防衛の影響は強い。そういうこともあります。あるいはいろいろ変なものは、体まだ入れる前に、まずこの木の層に入るかどうかです。一旦普通話、免疫力に細胞とどういうふうに戦う、もう入るの話ですよ、実際は。皮膚の中に入ったら免疫細胞と関わるんですよ。そして皮膚の外、免疫細胞は外に出られないんですよ。その時に実際体も守ってるんですよ。絶対相手に近づきしないで。そういうようなのが実際人間なの。だから防衛の鋭意。そういうこと。もちろんまた他の、なぜ今回、今日は授業じゃないですから。ただ、簡単な話、そういう気は強くなると、当然にいろいろ病気は、しにくいですよ。精神と肉体の間の方は実際バランスも気はよく流れないで、そういう原因もあります。なぜ私たちの精神その系統と体の内分泌とかそういうところ、いろいろのことは動かす、こういうのつながる、あるいはそういうの能力は、ただ単純の化学物質とか筋肉とか血液、リンパ流れるものだけじゃないですよ。もっと重要はその気の質ですよ。気は体全体的の機能を動かす、そういうのパワーと能力は、内面の強さは、気は強くなったらそれはよくできるんですよ。だからさっき話の精神と肉体の分立とか、体疲れやすいとか、機能はいろいろ、例えばあるのとか、臓器でも脳でも神経、精神、心理でも何の中、どの弱く感じられる。そっちは疲れやすい感じ。これすべて、まず機能はどんどん弱くなる。あるいは機能バランスは崩れるんですよ。機能バランス崩れたら、体の全体的なバランス崩れる。でも皆さん、本当ですか？一番わかりやすいの。血行循環と体の健康は、どういう関係はわかるでしょう。血液流れ、よく血液よく流れたら新陳代謝よくできる、その機能はよくできる。そうでしょ。これは誰も分かってない、医学の常識。ただ一つ話、血液と気はどういう関係。血液流れる方は決めるは気なんです。気はエネルギーのエンジンです。血液ただ普通の貨物、あれは人間の、もし何だ、電車でもバスでも、ただその車両ですよ、乗せるんですよ。通称栄養と酸素は運ぶ。でも車両が動かすかどうか、一番前とか後ろのエンジンの車両ですよ。あるいは電気とつながる、あるいは昔もちろんそうでしょ、もう何かそういうのガソリンで動くの、そういうの車とか。だからエンジンの動力、動かすの動力は気なんですよ。これは私今の言うじゃないよ。中医学で、そういう2、3000年前はの人間はもう分かったですよ。みんなちょっと認めるんだ。誰もそれに対して、これ違う、反発がないんですよ。だから血液。だからは、こういうふうに話は、気は流れば、血液流れます。気は止まったら、血液は止まります。これは、今、漢方の先生、中医学の誰も知ってるの、そういうようなの常識です。だから、私たち、一つ気のよく練習して、ただ、気の練習、あれは現代人はさっき話の、肉体と精神。気の練習も肉体精神のことがあります。なぜ気候は五行は実際体つく動くでしょ。体動く、そうでしょ。いろいろポーズで呼吸したり、いろいろさっきの話、そうでしょ。体の温度のほうもある。何の感じ、体力ない、やる気ない、ちょっと重くて疲れとか何か
だからそういうのことはやっぱりどうしたでゆっくりで体力を始めて使わないの形でやりながら、逆に普通スポーツよりずっと何倍何十倍ぐらい効果はできるということ、これは気候でこちら例はいっぱいあります。気候でだけやったら世界総合格闘技世界チャンピオン取ったんですよ。こっち大阪の生徒よ、私が教える生徒よ、10年前、ああプロレスの今現役の何のその思いのクラス、名前になります、軽いと思いの、ヘビー級、ヘビー級の世界演技世界チャンピオン、私の弟子ですよ。タイガーズマスクかな、タイガーズマスク、前が名前、今は別のマスクで、やったら別の、まあ、そのプロレスの組織で。だから今は話の意味は、一つは動く。なぜこの動く、目でゆっくりで動くはこんなにパワー、強力、改善で、普通の話、いやマラソンとか、そうでしょ、100メーター、それで、実際そうじゃないですよ。要は、あなたが動くの時に、肉体だけの動くか、あるいは私、呼吸を合わせるのを動く。まるで何か歌っているのに、私のポーズと紅葉の呼吸は全部でそういうふうに非常に合わせる。そうするとあなたの動きに応えだけじゃない、細胞も一緒に動く、さらに自分の精神心も一緒に動く、イメージ自分の脳もから動くのと一緒にぴったりで、そういうふうにイメージでしながら動く。そうするとどういうふうに、これは心身統一、そういうような動きです。そういう動きになると質はすぐ大きく変わる。普段の動きのより何倍何十倍100倍ぐらいの効果、いろいろな能力を開発でも治癒力でも、あるいは体の中のいろいろな変化、多分この話は多分分かると思います。そういうことで、だからこの動向はそういう意味の、もし理由はない、理由原因なんですか、そういう原因です。特に動向の動作、もしどこから来て、そうでしょ、こっちできるだけ、根本的から、あまり、うちの方すごいよ、土地の方すごいよ、私負けに感じろできるよ、その話はあまり面白くない。そうでしょ、動向基本的に武術の形から来たんですよ。道具はどういう流派でも武術、絶対アフリカダンスのようなのポーズは気候の場合はあまり見てない。そうでしょ、南米のようなの踊りはあまり見てない。私は日本の何阿波踊りとかそういうところもない。あの盆踊りは多少似てるところは実際共通の、そうでしょ、中国多分武術とか日本舞踊とかそういうの共通点のそっちだけの話ですよ。もし武から言うと、もちろんその中の動作は体に非常にいろいろ臓器キラーが通るとかそういうあるんですけど、基本的に武からですよ。でももし言うと武術で中国武術の頂点はどこですか。同じここ少林寺ですよ。少林武術、少林拳は中国最大の流派、これ多分皆様総本体でもいい。それに頂点と総本体の例えばそういうになる、当然にこの普段の練習はやっぱり自分の身体能力とか武術の素質、武術の例えばスピードとか爆発の力とか耐久力とか、そうでしょ、柔軟性とか、それぞれの要素はやっぱり全部頂点にならないと武術頂点言えないですよ。ただ綺麗なポーズでダメですよ。他人できないを自分できる、当然にこの修練の中に全部そういう含まれですよ。そういうノウハウあるんですよ。これは武の話、あるいは動向。だからここからの動向は
当然に少林寺からのそういうようなの道法は1500年歴史の中の代々のそうでしょ、みんなさんのみんな一流の武装とか一流の武術家とか当然に一流の貴公子も前はずっと昔からどん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 流れてる。意味は道具の方は当たり前はすごく高いレベルはずっと続けるできる。そうするとそれで有名になるもし話はそういうのは支えてですよ。でもさっき話した気候は心身交流です。さっき動作やながら呼吸してくれ自分の意識イメージ問題意識をどういうふうにするのどのぐらいレベルですか。やっぱりそこから気候の前はもう一つの成果。成果は人差し話の瞑想とか座禅とかそういう、あもし言う基本的に心はまず心は静か静かないと自分はそういうの瞑想でそういう修行を続けてできないです。ここの中にまず雑念どういうふうに消える心静かで次はおーのののの深いとか静か静かのレベルがありますよ。ただ私何も思わないで終わるではないです。どーのの第1禅のレベル2禅のレベル3禅のレベルもし知り過去言うと表面意識と深層意識あるいは天天秤座の天、天を表すでしょ。天意識。あれは潜在の潜、潜意識、潜。私たち潜意識。私たち実際は財産瞑想の重要のもし根本的な意欲を表面意識外して潜在意識に入るの活動ですよ。これ多分誰もそういうふうに言う、お坊さんもそういうふうに言う。言わなかったですよ。本質そういうものですよ。でも線はまるで海のところ、ダイビングはまだどのぐらい、そうでしょ、何十メーター、何百メーター、何千メーター、これ違うんですよ。実際は瞑想座禅のその深さ、深さのより潜在の意識の深さと違うと、潜在の意識から意識から紅葉の潜在の能力、潜在能力を実際潜在意識の状態で自然に表す能力。今結構よく能力を開発だよ、ちょっと少し誤解が多いです。まるで能力を開発どこのように急に神様になっちゃった、そうじゃないです。でしょ、人間の脳は誰も大体分かる、10% まだつかない、 97% は使ってない、そしてわずか 90% 実際どういうところは潜在の意識の段階ところですよ。この 90% は何のものですか、西洋医学に実際言ってないです。実際こういうものです。だから私たち実際瞑想状態は潜在意識の中に入る状態、今眠るところは触ってるんですよ。だからそういう状態力にどん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 こういう面で後で話し、理論の話、こっちは全部研究して解明して、だから一回解明して、私のこういう本出版の時に、少林寺気功理論の時に、15年前かな、日本の昭和大学と明治大学の両方大学のその一人の、名誉教授、渡辺先生かな、教会に何十回ぐらい電話で、そのおじいさんは結構行動力はすごいですよ。心理カウンセリングもすごく有名の。やっとさえも何十回電話で、私もその時に忙しい。一回電話で受けた事務員は、ちょうど私にいる。いやー、やっとあなたと伝わって、先生、あなたは実際この分野の人じゃないけど、でも、新さん、あなたのこの本から見て、そういうの研究は、日本か世界か、やっぱそっちのちょっと忘れてる。そういうの結構いくつの空白を埋めました。わかりました、空白。
そういう、ある意味で名誉教授ですよ。実際私にお世辞する人さない、もともと知らない人ですから。さまらぜひ私とあなた、もう一冊本、出版したいです。あなたの本は難しすぎ、みんな読んでわからない。確かに。どういうふうに皆さんわかりやすいよ。これは私、あんまり、そうでしょ、私もともと日本語は結構ギリギリでみんな手伝ってやったんですよ。ああ自分どういう伝える、こういう話は、私はとてもですよ。正直話、無理ですよ。ああでも、ここの話で言えば、今こういうの分野の話、ただ私だけ自分で妄想じゃない。ああ結構大勢の人にみんな認めたんですよ。あの東京大学の名誉教授も日本大体統合医療の初めての理事長、渥美先生も、まあ、今も亡くなったんですけど、大体の世界大会の時にも私の講演ちょっと半分ぐらい時間ないんですから、こっち主催でみんな時間伸ばして、最後私ただ自分の最後に置いてな、自分の講演時間なくなった。でもその時に話、いや明日のあのワークショップの時にまた話、いやー楽しみでこうあのします、ああこういう本の先生この話、アメリカの大世界大会の時にもそういう皆さん結構楽しみしたよ。この話の意味はここでそういうのだから成功もすごく重要、でもこういう成功座禅は少林寺どういう立場ですか、これ多分一般の人知らない、でもただ話、ダロマ大使、誰も知ってます。でもダロマ大使、なぜ有名になった？これは、この大勢の日本人はまだ知らない人結構いる。ダロマ大使、実際有名のは、初めてダロマ大使は28代の、そうでしょ、仏教の、あの、何、教祖みたいなのは。ただその時にそんなに有名じゃない。大きくもならないです。どんどん、終わるみたいな状態ですよ。27代のダルマ大使で師匠、そういう言ったんですよ。いや、あなたの将来は中国行かないとダメですよ。皆さんは仏教の人はそういう見えですよ。そうだ、ダルマ大使聞いたんですよ。初めて南京でその南の国の皇帝に話あまり合わない。どの北の方にいて、最後、少林寺のスーダンの、さっき見ての洞窟、少林寺の裏の、山の上の面壁宮洞窟の中に燃えて座禅は9年間、もちろん9年間ずっと座ったり一度外出てはではない、たまに外出て外第二世の栄華はそういうご飯を食うとか何かそういうことがいろいろあるんですけど、そこから9年面壁して、もともとは本人も分かるのそういうのことを最後大乗仏教できて、今全世界は伝える日本を伝えるのは全部そういうところからですよ。ではどこですか、少林寺ですか。全世界の全話スタートのところは少林寺です。だから少林寺は今言うのは武道を肉体の鍛えるのレベルの頂点、あれはもう人間の心、成功は座禅は実際心の人でしょ、心のこれに。そういうところの、もし言うと大根座は、もう少年です。だから、少年には、あの表面に皆さん全部そういう意味では、禅の層なんですよ。禅の、元素の層、庭の層って、なぜ、お寺は大体は、手とも言われる。禅の層、そしてそういうの特徴、道法の成功、両方は頂点に立つ。もし言うと、当然に心、ここ成功は心でしょ、ここは体。もう一つは、ここは実際静かな湖みたい、ここは火みたい。道法の特徴としてもし言うと、普段は火と水は一緒にあったらどういう状態、大変でしょう、どっちも消えるんです。だから世の中に両方は全部でできるのはほとんどあまりないですよ。
例えば部はすごくレベルあるはいっぱいあります。特に日本はそうでしょう。武道さ関係ない、いろんなところでうまいの。私結構その友人も多いし、でもそういうところは正直ほとんど全部わかんないです。心どういう心は、ただ形でもちろん練習とか何かあるんですけど、逆に全体は日本もいっぱいあります。弁財心、創造心とかそういう中国の結構一番いい形でどういうの継承で伝えたんですか。これは私も日本もしいい音をしてる原因が多くて、日本絶対いいものが歴史から絶対いい形で残る。これは日本人の特徴です。こういうまで世界一です。一番こういうものは継承で守って代々代々伝える。だから少年に関しては何回私に聞いてる、なぜあなたはそんなにいいものを持って、あなたは日本だけでそんなこだわらない、私こういうの原因は話してます。他の国見たアメリカとかヨーロッパとかアメリカ、特にアメリカで、そうじゃ時間短い、全て経済的で利益でそうボンボンボンで踊り、あとで長く伝えができるか、私とりあえずまだ見えない。だからそういうの、でも少林寺は火と水は両方でうまくお互いに強くになる。全部部、全は部に支える、部は全の表す、お互いに力になる、あるいはお互いに戦うじゃなくて消えるじゃなくて、そこかこういう火と水の間で実際は何か、あるいは部と心の間は木なんです。木はあった、火と水、例えばもちろんこの木と水、あ、木はここだけで話で分かる。人間体は心臓は 火です。こういう腎臓はこの注意が、そういう腎臓は水です。だから腎臓と水はよく交流して体の栄養バランスが、今まだ体の調子の話でしょ、よくそういう中和して交流して体元気、逆にここを分裂して火は燃えすぎ、熱すぎ、腎は冷たくする、どっちでもこれ体壊すの仕事です。一緒で腎の冷たい水はこっちに火のところになったら、冷たい水は温かくなる、逆に通れですから、これ冷たい、この火は逆に少し抑えて熱すぎもしない。ここの火の気は流れてこっちに地のところに行く、同じの、そういう火の気は中和で温微で、冷たいすぎの水をだん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 少し温めて、そういうようなの関係で、意味は栄養バランス、あるいは心腎層、心臓と腎の交流層、この言葉は私作るじゃないです、有名な漢方注意漢方、心と腎はバランスをとって、実際は体の中の陰と陽のバランスをとって、でもこれは条件は気の流れ、気はあったらよく流れたらこうやって切る、木はなければここは芯ですか、ここは腎は一緒につながないよ、直接は、そういうこと、ここにそう分かるでしょ。それだからもし理由は紅葉の野郎のものは練習のものは少林寺の気候なぜ話できるということはそういうことです。ただ自分少林寺、私少林寺好きで何でもできる、そういうじゃなくて冷静で客観的に分析して、そういうことですよ。そうするとこれは今話気候の仕組み分かりますね。何のもの要素いろいろ分析して、ただいいわ秘伝ですよすごいですよ、そういうところはだからインチキ言われる多い、あんまりそうでしょ、政治的に話しないですから。そうするとこういうようなものは一つは気候のレベルとして、
超臨時の気候はそういう特徴、ぼっと、ずんと、あるいは気の上達は自分、例えば心の集中力と肉体の非常にうまく両方はもともと、そして大元はここですから、当然にすぐ自然に上達になります。当然に分かった、どういうふうに一番短い時間で、あるいは全然大変じゃなくてすぐボーンで高いレベルできる、だからこっち育てるの、そういうの会員とどこの世界大会行って必ず最高賞を私たちもらうんですよ。私じゃない、私は別に本人なおかしいの、こちらの生徒どこに行っても今まで大体例外はないですよ。こっち行かんと言ったら大体最高賞はこっちの教会の会員はみんなこっちの会員もらう。だからそうすると2006年のまでの時に、今このテレビの話だとか、テレビはまだ2000、テレビの話2005年まで、上海は2006年、実際2006年もう一回ロサンゼルスの世界大会もあるんですよ。その時に皆さんは全部でぜひ、今親切なあなたのこのそんなにすごい一流の最強軍団とそういうのを作ったの、なぜあちこちで走っていくの、こんなと東京でやる、俺たちは行きます、そういうことで、これは2007年から世界大会こっち主催の原因、こっちにお願いして、お願いしての原因はもちろんこっちは、まあこの気候法は皆さん見て当然に少年寺の名前も読めまうし、ああこっちは私を教えるものでしょ、今このお城は全世界唯一ここです。武術は世界は170国の国と、その都市はみんな教えます。気候は本当このぐらい医療治療までできるのはここでだけです。ああこんなにシステムで教えられるから、だからもし言うと少林寺気候そういうのものです。だから今の実績、最近一つの少林寺の武術の世界オンライン世界大会でしょ、だから少し動画でさせてパーと言ってたら、私も思わないよ、もう21個の金メダル、こっち全部で40何人ぐらい参加して21個の金メダル、あちょっと少しも申し訳ないな、全部金メダルこっちにもらって、でもこっちはみんな武術もともとやってる人じゃないよ、年齢は高い年齢も70歳までもいるし、ただ普通気候で練習、ただ少林寺さっき話は気候も武術から来たですから、だからすぐその技で、今回一つの技、今技の使う応用も試合の内容、ただ相手ポンと攻めたらあなたポンポンこういうふうに一回相手の技にかける、みんなもまるで何十年年間武道をやってる達人みたいな技すぐ使えるの。実際ここの賞は、ここの賞状は、さっきここでいっぱい動いてる。さっきの、その実際4人はみんな、もう写真でみんな賞状もらってる。今回こういう賞状はまだ、ほら、ここに、全部だ、この賞状、ほら、伊藤賞、伊藤賞金メダルよ。しょ？よし、ここ、あ、ここじゃない。ここで違う、ここはほら伊藤賞でしょ、あ精神賞は別の、これは伊藤賞、ほら伊藤賞、これみんな勝利にほら館長にするよ、こっちは全部指導員コース入ってる人です。だからそういう面で、ただもしこれから今簡単な話、これはどういうようなの内容多分書いてある、簡単な話はどういうふうに短い時間ででもレベルはそうでしょ、早く上達できるということは、こっちは当然にノートもあります。第一は例えばこの道具は、この道具第一はここに守る、これは例えば支えるできるは三大秘伝と思うんですよ、三大秘伝、これは2年間、そう
に第一はソロ5、3、4、6、7。これは1年間。日本は何か万年のつ、亀、千年のツロアでしょ。だからツロコは非常にこの優雅でこういうようなの動くは実際長生き、あるいは健康で、そうすると、研究してなぜそういうふうに、実際私たちこの練習は非常に優雅でゆっくりで、でも武術の基本的なポーズは全部そのところに実際出てます。特にさっき話したポイントのゆっくりで呼吸を合わせやすいです。あるいはイメージもつきやすいです。そういうのところで1年間で全て必要の基本の素質は1年間で十分でたっぷりで雇用というトレーニングみたいな。だから非常にスピード速くて上達。当然にその中に体の改善とか病気を治すとか、どんどん体が強くなっても当たり前です。そうすると第2は取られる。早計養生。取らとりよ。ここ、ツルは優しいで、全面的に体、気は体全身に回して、例えば武術、その足のゴムとかマーブとか、剣とか章とか、そういうのは当然にも、気はどこでも流れる。次は虎と竜の意味は、虎はどういうふうに動物の中の王様、王様は強い勢い、わーん、そういう、もし、例えば自分プロの活動、例えば気候のプロの治療、例えばさっき の, あの動画見てるの、そういうの気候の麻酔の罰のことは、そういうことですよ。麻酔罰のことは、実際は、末期のがんのより、何十倍ぐらい大変難しい。だから今はそういう今ある意味話世界記録で誰もまだ破れない。なぜ歯の治療は多分分かるでしょ。ちょっと少し神経がみんなバーンと飛ぶ。これと一回ここ刺して刺してここ刺して違うでしょ。刺して多少ガムできるよ。神経一回ピョンって一回切ったの。だからなぜ三叉神経で体の中で一番痛いの神経。だからそうすると、こういうの、がんの治療は、そう簡単はそうじゃない。ただ、がんの治療は一回だけでじゃない。今日私治療でダメたら、明日でも、次、明後日でも、そういうことできるじゃないですか。マシの方は気を忘れ、今の瞬間すべて、一旦相手に痛み一回感じたら、もう終わり。いくら頑張ってももう無理です。あるいはそういうの患者に気は入りにくいですよ。考えてみて、ライターで、そうでしょ、歯医者さんのここに、次はドローン、そういうの音で、集中できない気はなかなか入れないですよ。一般的に気は入れない。がんはいた子でも、その入れないわけ、そうでしょ、そういうのじゃない。すぐ相手来たら怖いとか、そういうこと、恐怖心とかないです。病気の恐怖ももちろんこれは別の話、だからこれ虎のようなの勢いすごく強い木育てる。竜は何ですか。この竜はあのアジアのそうでしょ、ドラゴンのそれいいのこのというのバランスがいい。空飛んだり海したりコントロールのそういうのいいの。そういうやっぱり木は体強いことだけじゃない。すぐ 乱暴で流れるずっと悪魔に、おこういう人見て強そうみたい、逆に怖い。そうでしょ、そういう人いるじゃない。それはバランスが悪いです。だから、ちゃんと気は強くだけじゃなくて、逆にバランスいいの形で、いいの状況で存在する。そうそう、体は結構元気だ。あれ、コントロール使うとできる。これは、半年。さあこれは羅漢進行。羅漢これも半年。羅漢の進行の意味はこの羅漢は
もちろんお寺で18欄間、五社五欄間あるんですけど、ここは修行のレベル。レベルの意味は、私たち普通の場合は人間、健康、元気な人間、強いな人間、次は聖人。修行の世界の言葉、次は楽ですよ。そういう意味です。聖人の場合は、例えばあまり食事しない、長く断食して、ちょっとその人はなかなか遠くにいる、わかない、見つけない、大体そういう意味でしょ。何かの超能力がある。楽観の場合は、ここは5つの超力。五神図。楽観は六神図。もう一個。六神図というか、心の悟り。そういう、これは線にはない。だから楽観はさらに心の悟りになったら、いろいろ現実で社会からの影響。全部簡単に解決。あと心悟りは、いろいろのストレスの波を絶対自分にかけられない。まるで鉄人みたいな、石の下みたいな、すべてそのまま相手に返すんだから、もうそういうことですよ。だから楽観信仰はそういうの意味で、はい、これで終わって、これは第一、三大道具。成功はどういうような、今第二の話、次は第二は、この成功レベルアップ。これは4年間。4年間は96の方法あるんです。毎回授業の時に新しいの一つの、瞑想法は教える。なぜそういうふうにすると、人間はやっぱりずっと繰り返し、例えば食事、何の食事ですか？食べるの。ご飯とか、それとか何か、例えば何、おかずとか。一般的にや、他何でもいいよ。肉じゃん。そう。例えば肉じゃん。明日朝肉じゃん。お昼肉じゃん。夜また肉じゃん。一週間、一ヶ月どうなる？嫌でしょ？そう。だから人間の場合はいくら好きなものでもずーっとそのものがそういう習慣ですよ。だからイメージ、イメージの場合はさらに。食事どっちでも食べないでお腹空いて生きていけない、そうでしょ、食べなければない。もし自分嫌なもの、なんで私毎日こういうもので全部思い出さなければならない、まあ、それももうやめちゃった。だから続けていけない。だからこっち96のこの方法の中に、人間そういうの面で好き嫌いは激しいですから、絶対自分好きなものは自分見つけます。第一。第二は順序、好きなものでも毎日毎日やるとやっぱり嫌です。お坊さんは自分ずっと死ぬまで自分修行ですから、そうでしょ、命かけて他のは何もやらない、そういうこと、これはまだ別ですよ。普通の人そういう多分無理ですよ。普段は仕事でストレスで変えたらまた、そうでしょ、そういうストレス大体みんな嫌ですよ。だからできるだけ癒し楽しながら、でもそういうの座禅、瞑想できるよ。結構この日本の方向から雑念、ハローとか能力を変えずとか、いろんな面ですごく楽ししながらできる。だからこの4年間、そういうことをやると一つすぐ気候のレベル高く、心のレベルと、あるいは能力開発もあります。もう一つは総務上、人間性と行動力。なので人間行動力でも能力を、例えば能力開発のさっき言っても潜在意識とかで潜在力、でも人間の行動も意識の潜在のところから決定の決定ですよ。表面意識は決定ない。ただある人は理屈で、ああ私こういうやるすべき、でも結構たくさんの場合はやっぱりそういうことにしないです。原因は脳の表面はそういう認識ですけど、理屈認識です。でも奥深いところは違う。それを思って、だからそれできないです。だから同じ潜在意識から決定です。そういうの、
所以これからは全部で聖霊存在意識ってところにいて、だから本当に自分希望のようなの人間もなります。体健康とか能力を変えるだけじゃなくて。はい、これは次第3、外気治療。この外気治療はだいたい1年半。その中、社交産業7の方法あります。社交産業7の方法。これはやっぱり、例えば皆さんは、1年半ですけど、2年間半から、あれを理論、あ、後ろ後の話、まあ、まず理論でもいいか。理論は2年半ですよ。ほら、2年、2年半終わったら1年半、ちょうど4年です。これと成功と半日でペアです。この同行 2年間と基礎が2年間一緒でこういう形です。外気治療の意味はもし将来プロのこういう仕事をやったらやっぱり生徒は必ず頼まれて、ああ先生私様子ですから肩こりですからどこどこで、日本人の場合は一番信頼のは自分の先生ですよ。大体そういう。そうすると落ちてきたらそう ちょうど自然に。ああ、だからもちろんここで釈産業7の方法は基本的にプロの養成もあるいはサイクレベルを考えてもいい。ああ、病気の診断でも触らないで病気診断、ああ相手の病気どういうふうにする、ああそういうところで結構いろいろここからも当然病気治療は大勢の多いの方はほとんど触らないで外気で、なんでもう2年間半やったですか。道行、三大道行もあるし、瞑想は皆さんもう2年間、2年間半やってる。集中力、イメージの力かなり、機能、力もかなり強いです。そういう。理論は、さっき話したの、その中の注意学、さっき多少言っていた、注意学は1年半。これはさっき話の、ケラコとか、ツボとか、あとは解剖と具体的に五臓六腑、注意学理論の解剖と一番人体理論、あとは哲学みたいの陰陽五行理論、こういうの話1年間半、1年間半の時間、本当学校の場合はもし通うと1日8時間例えば計算したら多分5、6日間ぐらい、多分5、6時間こんなにないよ、そういうことです。ああ、はい、これ2年終わったら次は5番。ああ、そう、今は注意学を1年間半。次、新しいの理論。新しい理論は1年間。ああ、新しい理論は主に、やっぱり気というものは目で見えないし、本当どういうふうに解明するか。やっぱりそっちの方にもししないと、さっきも少しするでしょ、その名誉教授の、やっぱりこれ見て、あ、確かになぜ、みんな興味がある。でも、わからない。だからそろそろ、いろいろインチキのものを、だから実践的な技術はレベルだけじゃなく、理論の方から、難しいですけど、解明して、それぞれいい。そうすると、こういう話は、こういうの研究は、量子理学を先さらに前に進む、こういうなんだ大学生でだからこういう話、私たち伝統的な古典的な理論はニュートン理学、ニュートン理学は普通のスピード低いのようなもの、そうでしょ、ニュートン理学、量子理学光のスピード近いところの世界の分野ですよ、そうでしょ、ミクロでもマクロ、今はこっちの新規理論はさらに超高速の世界です。超高速世界はアインスタインの相対論の理論、光スピードになると物を消える、見えないです。でしょ？その格子あるんですよ。当然に超、もし超高速になると、そのサイズ、例えばこの椅子のサイズはどのぐらいになるの？虚数ですよ。虚数、マイナス。こういうようなものです。だから面白いです。このものはアインスタインは分からないんです。だからアインスタイン設定。スピード、最大のスピードは高速。なので高速以上になると、
この中に、この中に最後一何か、ウィシシ、これシのこういう方法でしょ。こういうようなあります。これウィは本物のスピード。これは高速でしょ。もし高速よりスピードに大きくなると、ここまでにマイナスになっちゃう。アインスタンそれ出ないように、そうすると自分の総合講師は自分は円満で解説できないですから。だからそういうところで実際アインスタンは数学は、一応頭いい、ただ定数学できない、アインスタンは分からないです。陰と陽の両方あるということ、このマイナスはちょうど陰のものの説明ですよ。面白いでしょ。だから目に見えない世界は、実際はここから目に見えない世界はボーンと開いた。多分将来の科学と宇宙科学、人類科学、非常にびっくりぐらいの発展。なぜ今の現代科学はただ半分の科学、半分科学の意味は目に見える世界の妖精の世界の科学。でももう一つ世界は目に見えないの世界、ある陰の世界の、こういうようなの科学は現代の科学は説明はできないです。そして新規フリーの解明します。楽しんで、そうすると木の本当の本体が分かるんです。実際でもそういう意味で日本の文部科学省前は学生たちに宇宙の絵分かりますよ、あのいろいろ星の、これ何の座、何の座、あこれ大きいから、これ銀河、銀河を渡る、最後宇宙の一番端っこのところは説明できない。どういうふうに説明、キーということ。でもまた見て、おキーということをやっぱり文化部署の人は頭いいですよ。キーは言わないと、そういえばどうなの、みんな神様になっちゃったよ。そう思わない、一番でかいのところ、あるいは例えば宇宙一番始まるところとか、宇宙一番スタートのところとか、実際はこちらの理論の中に確かにそういうの研究で、今最先端の研究、宇宙の一番始まるところは確かに決めてる基準ですよ。 NHK そういうの紹介したんです。ヨーロッパの最大的の望遠鏡は、前の望遠鏡は1億光年先に見えるんですよ。最後どういうの、青色の、青色の多分こういうもの、青色なんですか、ガス。 NHK そのまま言ってるんですよ、ガス。このガス当然に酸素とか空気じゃないよ。そうでしょ。その元前はある意味話のような爆発の前のかもしれない。そういうことそっちにするわけないよ。そうでしょ。温度はどのぐらいで、マイナスどのぐらいで、当然に気のそういう。でもこの木の何の木ですか、その時に理論的に元素とかまだないですよ。そうでしょ。酸素とか窒素ないですよ。その前は何ですか。面白い、こっちは解明します。宇宙の今私たちの最小単位は元素ではないです。エネルギー元素です。物質元素ではない。物質元素は全部エネルギーの元素。例えば熱いとか電気とか光子とか光、これは集団ですよ、エネルギーの団ですよ。そして集まり塊、こういうものは同じ物質は元素に、そうでしょ、どんどん分けて原子とか何か同じようにもし分けたらどうなるんですか。私考え、なぜみんなそういうふうに考え質問しないの。そうでしょ。エネルギー、電気あるの満足で、なぜエネルギーの根本共通の元素は何ですか、そういう質問しないの。こっちはそういうところからスタートです。だから結構いろいろの面白いことができます。はい、そうすると新教の題で、 これ前半はさっき話しのこういうようなもの、新しいの超科学、あるいは宇宙論と新しいの人体論、そういうところ主に簡単な話、陰の方はこっち解明した。
ただ家のほうを解明するだけじゃないよ。その中にどういうルールがある、あるいはどういうの科学、どういうの物理、今の物理は合わないけど、そっちはどうなの。例えば地球の中に宇宙、万有引力、引力、引力なら引力なら絶対反発力あるよ。だからそういう世界は万有反発積力、これ見てると面白い。積力あるですが、最初のエルルギの元素は存在できるの。そうじゃないとすぐ近くの寝着で一緒にくっついてるじゃないですか。面白いでしょ。あ、その時にゆっくり話す。あとは5、あ、これ基礎。基礎は基本的に一般の人の健康、年配の例えばおじいちゃんおばあちゃん、温度足りないと軽くの呼吸したりイメージしたり、そういうようなもの。あるいはもし将来は例えば教室やろう、教室何を教える指導員たちに教えると言えるんです。だからそこの話、三大道具と治療法と座禅の方法は許可なしで他の教えはいけない。もちろん将来は指導員2、指導員3になると、どのレベルになると、あとのところは優秀のは任せるのがあります。これは後の話。だからここも基礎の結構は同じ、2年間。これはだいたい安の8校の方法で2年間で、主に少林寺ですけど、でも少林寺じゃないの。例えばダンス、規模ダンスは3つあるよ。なぜ中高年の人がそういう大好き、深い木とか何か本人そういう人たちは分からないです、逆にちょっとそういう話嫌だかもしれない。楽しでそれでいいので、稽古順番になったら運動もやる、そろそろみんな楽しいって。やっぱり人により相手みんなそれぞれの楽しいものはあった方が絶対いい。所要の意味でこの基礎は2年間でするものはあります。だから大体内容全体はそういうようなの内容です。質問ありますか。そうそう、こういうの